I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. 毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップをお送りしております、えー。豪快な打撃でプロ野球西鉄ライオンズの黄金期を支えた中西太さんが亡くなりました。今日は前半のブラッシュアップで、はい、飯田さんが中西太さんにまつわる話をしてくれましたけれども、うん、このキャッチアップのコーナーでも、えー、飯田さん、中西太伝説を紹介していただけるんですよね。 はい。あのー、毎週このコーナーでは中国や台湾の話をしてきたんですけど、ええ、今日だけはお許し願いたいです。えーまあ、<laughs> 今月11日に90歳で亡くなった中西太さんへの追悼の思いを話をしたいと思います。はい、えー。まずはですね、えー、この歌、えー、懐かしい歌を聴いてください。西鉄ライオンズの歌です。これが西鉄ライオンズの球団歌ですね。うん そうですね、あのー、この歌は中西さんや、えー、他の選手たち、まあ、ライオンズの黄金時代の選手たちが歌ってるんですよ。1番は、えー、選手全員で,で今流れてるこの2番ですけど新選手の1人だった豊田康光さんがあのソロで歌ってるんですよ。な<ー>なかなかの美声ですよねね<や>、はい、お上手 でこれはの昭和33年の3月に収録されました。ええ、で、まあ、ライオンズは前の年に巨人を破って、2年連続で日本一。うん、で、この33年もパ・リーグで優勝して、日本シリーズでも勝ってますので、うん、まあこれが今も語り継がれる、日本シリーズ3連覇、まあ、巨人を3年連続で撃破、まあ、そういう達成でしたね。黄金期で、うん、はい。で、この歌の収録当時の写真を見ると、うん、まあ中西さんは選手たちの最前列でマイクに向かっています。 ところでですね、この収録なんですけど、どこで行われたか知ってますかえどこでなえどこだろうど、どっかえ、どスタジオ。コンサートホールとかですかいやいや。球場じゃないよな。球場どこでしょうこれはですね、え、我が RKB のスタジオで収録されたんです。ええはい。そうだったんですかはい。え、これあの、西鉄本社のホームページに載ってますので、ぜひ見てください。ええ。 今から65年前のことですよね。はい、ですから、まあ放送局って昔も、まあいろいろなこと、ユニークなことやってましたよね。はい。<ー><ー>渡辺通りの頃のそうですよね。渡辺通りにあった頃 <laughs>、ね、っていうことですよね。<ー>さあ、ところで、あの、ブラッシュアップに続く中西太志伝説となりますが、今回は、やっぱり伊田さんの持ってる雑誌からですか、はい はい。これはですね、昭和53年、1978年12月に出た、別冊、週刊ベースボールなんですよ。<ー>で特集号でタイトルは、史上最強の球団、アー、西鉄ライオンズ。で、この2ヶ月前に、あの、九州のライオンズが見売りされて、埼玉に行ってしまったんで、まあ、その<ー>、まあ、あの、まあ、特集なんですよね。えー、はい。で、この特集号で、あの、西鉄のライバルだった南海ホークスの、 えー、ピッチャーだった杉浦忠さんが語ってます。ええ、あの杉浦さんって言うと、あの後にアのホークスが九州に移った時のそうそう初代監督ですよね。そうです。はい、はいはいで、杉浦さんはまあ黄金時代のライオンズの打線について語ってるんですよ、うん、えー、その一部中西さんについても語っています。うん、はい、えー、私は現役時代グラブをはめた時、左手の人差し指だけはグラブの外に出していた。 これは打球を取った時指の衝撃を少なくするためのものだが中西さんが打席に迎え、打席に迎えると中西さんを打席に迎えると必ず全部の指をグラブの中に入れることにしていたなぜなら仮にピッチャーライナーが来たらその打球があまりに凄いためにグラブが弾き飛ばされてしまうかもしれないから指をきちんと中に入れて 呼吸の時に手からグラブが弾かれないように心がけたのである中西さんが放つ打球のその勢いの凄さ、えー、衝撃の強さを物語ってますね。えー、グラブも吹き飛ぶほどの魅力。中西伝説で言うと、ファ、えー、ールチップすると、はいまあ、ボールの皮の焦げた匂いがするとかですね。ああとあの <laughs> ピッチャーライナーだと思ったら、打球はぐんぐん伸びて、センターの頭を越えてバックスクリーンに入ったとか、ピッチャーライナーと思ったら、センターバックスクリーンって、<laughs> はい、すごいですね、その伝説。<笑><笑>やっぱりそのね、あの名投手、杉浦正さんが、まあ、中西の時だけ、グラブの中に5本の指すべてを入れたと、ねえー。キャッチした時に、グラブが弾き飛ばされないようにと語ってるんですよ。えー、これもまたすごい伝説だと思うし、うん まあこんなすごい対戦が繰り広げられた時まあ生で見たかったとつだってまたそのホークス南海ホークスの大エースの杉浦さんが言うからまたその凄みというか、うん、中西さんの凄さがまた分かるところはただ中西太さんは残した成績すごいんですけどもただ全盛期は短かったそうですねどちらかというとその記録に残る選手というよりは記憶に残る選手 っていいう,うに言われていますよね中西さんはあのプロ生活で打ったヒットは全部で1262本なんですよ、あ<っ>まああのー、よくほら、迷宮会は2000本うそうですね打った人ってですけど、はい、彼は迷宮会の入会資格に達してないんですよね、だけど本当あの、の生えじゃなくて、完全燃焼っていうか、まあ、本当に強烈に記憶に残る選手だったと思います。 あの、西鉄ライオンズのことはよく、信ぶ軍団と呼ばれましたね。はい、で、まあ、豪快で、個性派揃い。まあ、西鉄ライオンズの黄金時代、まあ、今からもう70年ぐらい前になるんですけど、ええ、あの頃の西鉄ライオンズは、私はあの、東京という中央に対してですね、まあ、精一杯、九州を主張していたような気が、して,していたような気がしますね。うんあの、もちろん今の九州、福岡もあの、あれですけど、やっぱりまた、 違った方法で輝いていたような気がします。うん、まあその中心に、えー、このスラッカー中西太氏がいたと思います。まあ本当心から、えー、ご冥福をお祈りしたいと思います。うん、そうですよね。そして、うん、そのライオンズがまあ離れ、はい、関東の方に行き空白になった時代があって、でそこにホークスが、うん やってきて、うんえー、今や福岡の球団としてホークスが根付いている、そしてやっぱりその野球が、スポーツが、プロスポーツがここに、福岡にあるっていうのは、飯田さん、やっぱりこの地域っていうのは恵まれてるなって思いますね。そうですね。あの、うん、プロチーム、野球だけじゃなくてサッカーもあります。みんなの職場ででもも学校でも 昨日勝ったね、昨日いい試合だったねって話ができるって、すすごく幸せだと思いますね,ですよねでそこに夢や憧れが生まれて、いつかはプロ野球選手になるんだ、プロサッカー選手になるんだ、んプロバスケットボール選手になるんだとか、そういう,こう子どもたちの未来につながっていくっていう,こう、いい循環が生まれるっていうことでね、いやその、まあ、伝説のお一人。 中西太さんについての数々のお話を披露してもらいました飯田さんありがとうございましたありがとうございました、はい、飯田和夫のキャッチアップをお送りしました 落語家の立川です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組「立川賞誌のニュース落語」もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップルスポティファイアマゾングーグルの各ポッドキャストで立川賞誌で検索してフォローお願いします また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川賞賜金サイトを聞いてください毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川賞賜のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川賞賜のニュース落語どうぞごひいきにめちゃくちゃお得ですからねこれね ああ毎週考えてんだよ。